はいはい、第2弾の始まりでございます。山手公園なんですが、こちらから近くにねあります。ね、のんびり歩いていますとね、1キロ楽しいですよね。少し急坂ですかね、こちら。120メートルです。こちら。私バックにいたしましょうか。こちらと。バスと入りますとこんな感じになりますね。こんな感じになりますね。夜の景色はね。私観光地よりもね、このような散策の方が好みです。観光地は観光地で行きますけどね、明石公園でもそうでした。あまり観光地化されていませんけどね、天白川もそうです、観光地化されていませんけどね。少しね急ですが、まあ、許容範囲ですよね、これね。こちらにね、居住の方は普通にね坂道歩いておりますからね。アーバダイの坂に比較しますとね、全く異なりますよ。青ですね。だけどこの光景いいんじゃないですか。ワイド撮影だとね、これ広く映っております。120メートルなんですが、少しね約2分ですね。まもなく到着いたします。空き家ですね。いいですよね、金屋いいですよね。高台のねマンションも、やっぱマンションでいいですけど、ね、釜ヶ城だとね、かなれと言います。難しいです、あれが。あちらでしょうか。ナビ見ていますね。こちらの公園が先のようです。こちらですね、車が参りますね。渡るべきです。渡ります。こちらですね、山手公園の到着です。結構歩きましたけど疲れております。要するにですよ、私がね今これ30分歩いてます。30分歩いてますからね。要するにですが、言ってますけど、要するにですよ、バス停までね30分ある山のところに到着です。こちらですね。とりあえず公園に行きますね。
静かで怖いんですね。表情いいですよ。なんて言ったらいいでしょうか。まあこちらね、愛知県名古屋市名東区山の手です。正真正銘の山の手です。私の好きな山の手です。私はプライド高いのでね、下町じゃありませんからね。考え方はお分かりいただけば、下町には行きますけどね、考え方はね、山の手ですからね、そこのとこお分かりくださいよ。私の本籍地にね、プライドに傷をつけないでいただきたい。椅子がありました。そこに。ね、知らないところね、もういいんですよ。冒険もしてね。バネバシ配慮しますね。どうもいらっしゃいます。こんな感じです。あ、コメント開けてきましたっけ。椅子に座りますね。到着しました。はいはい、援助もあります。はいはい、こちらね、愛知県名古屋市名東区山の手山の手公園に到着いたしました。綺麗な景色です。その木もね、大木綺麗に見えます。ね、疲れておりません。私30分歩きましたけどね、要するにですよ、57号系統のね、山陽バスに乗車するバス停までね、まあ、最寄りのバス停ですよ。今、塩江大江と申します、そこのバス停がね、青葉台一丁目の一つ手前です。そこに行くのに急坂ありますけどね、もう息が切れそうです。合わないとこにいるからね、体もね、うまくね、コントロールできないんでしょう。一度私ね、このような景色ね、宮前平のバス停から見えますからね、私。来ましたけどね、疲れました、ぐったりしました。景色撮るために来ましたけどね、こちらの景色ね、ここまで来ますとね、どこの山か分かりませんけど、足がちょっとね、うまく足が持ちびよる、これね、こういう光景ね、暑いです少し。神戸のね、垂水区のね、星ヶ丘ありますけどね、そちらから明石海峡橋、見えるということでね、それを誇りに思ってる方いらっしゃいますけどね、明石海峡橋なんかね、どうでもいいんですよ。周りはろくらのいない、そうでしょ。またね、ちょっと息切れてありますけどね、国道2号線はね、暴走族の洪水です。自動車もね、ぶっ飛ばしております。
ね、メイドークはね初めてというか何回も来てますけどね、だけどこんなに細かいところまでね来ますの初めてです。けどこちらにねゲストハウスありましたからね、よかったんですよ。まだ日没までね、ここが西側ですけどね、太陽ね沈む時間までねありますんで、まあねこちらではねやはりね炭酸飲料とお食事を買いまして、お泊まり先へ帰らせていただきますになります。でいいですよね、それでね場所によってね言葉変えるべきでしょ、ね、神戸に行ってたらね、垂水行ってたらね勉強になりません。私がバカ映っちゃいます。マダムヨークの人間がねバカ映するとね困っちゃうんですよ。ではね、まず山手公園にね到着いたしました。綺麗な景色です。